私もう一杯飲もうかな。あんまり飲みすぎないでね。今日だっけ？今日だよ。今日か。卵やってくる日。卵やってくる日。やめとこ。やめとこ。子供がやってきたらね、うん、こういう店はしばらく来られなくなるからね。登山もキャンプも。あそこは？宇都宮、初めてデートしたところ。ほら覚えてる？あのそもそも石っていうのは、したブツ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 、石ここなんて、なんでこの石なんだ、なんで親、なんで、地球の記憶だ、発見。懐かしいな。初めてのデートで一泊だったけどね、うん、そんなことでキャーキャー言うような年齢じゃなかったでしょ。ああ、言ったね、うん、会社にセクハラ相談窓口ってあるんだよね。訴えるから勘弁してください。戦いだから。おお、すごいすごい。ちょっとすごいところに。石の色が違って見えるね。全部人と手で作ってるわけでしょ。石だよね。全部地球の記憶。すごいよ。手は映らないよ。子供を返してほしいんです。え、実の子を持てなかった夫婦。養子のことを考えてる。実の子を育てられなかった少女。育てていただきたいお子さん生まれましたよ。あなたは誰ですか？かわいい。心揺さぶる家族の物語。朝とここにいたんだ。朝が来る。